E い、ビビットネットワークシステムとは、かつて愛知県名古屋市にて展開されていた映像機器、パソコン、インターネットなどの公衆ネットワーク回線を利用し、従来よりあるポスター、看板広告のスペースで、テレビコマーシャルなどの映像広告並びに情報を配信、提供するシステム、及びそれを利用した広告配信サービスである。デジタルサイネージの一種。 T&T プランニングがシステム並びにサービスの運営を行っていたが2010年春をもって停止した。一部の設備は代行が引き継ぎデジタルサイネージ事業を行っている。パソコンの高性能化、ハイビジョン映像に対応する映像機器の大型化並びに軽量化、通信ネットワークのブロードバンド化という3つの技術の進歩により、 従来では放送用施設や機器を用いなければ実現不可能であった映像広告の同時配信を市販の機器と公衆ネットワーク回線を設置することで比較的容易に実現することが可能となった。鉄道の駅ホームや公共施設の待合室などに設置することで待ち時間という手持ち武蔵田となるときの暇つぶし的な感覚で視聴することが期待できる。さらにニュースや 天気予報、行政情報を広告放映の合間に流すことで生活情報を得ようと主張する効果を高める期待ができる。広告主側にとってはテレビにて放映しているコマーシャル映像を流用することが可能でポスターや看板広告に比べて更新を行う時間とコストを大幅に削減できる。またテレビコマーシャルを持たない 広告主でも、www ページで使われている、バナー広告の制作方法を応用することで、テレビ CM に比べて、低コストで制作、掲載することができる。地下鉄のホーム内では、通常、安全確保のため音声を流すことは、消防法に基づいて制限があるが、指向性のあるスピーカーを利用して、音声の拡散を抑制し、非常時に音声をカットする機構をつけることで、 日本で初めてホーム内で音声を映像と共に流すことを可能にしていた。さらに、東海地震などの大地震の予兆を示す観測情報をもとに地下鉄利用者に対して注意並びに警戒を促す機能を搭載していた。しかし、リーマンショックによるスポンサーの激減が大きく打撃になり、なんとか名古屋市交通局ともネゴシエーションを続けたものの、2010年4月に 営業停止を命じられた。T&T プランニングが倒産後、大広名古屋支社が一部の設備を引き継ぎ、市長ビジアンとしてデジタルサイネージ事業を行っている。設置場所、ありがとうございます。